登録やり上げてくぞ。おお。マリサさん、私、前回の動画でパシャ報告書だと予告したのですが。残念だったな。トリックだよ。イオリゆずるー。まあ、本当は予想より100件の転生研究開始が早かったからなんだけどな。100件さんですか？そういえば19日から始まっていましたね。私的にはそれより1週間後かと思ってたんだよな。誕生日的に。なるほど。ってなわけで。ゲーテ転生研究報告書をやってくぞ。かしこまり。拒否権はないみたいだね。そんなものはない。即答ですか。頑張ってください、修正さん。おや、珍しく、インク4000で選書ですか。いつもは、数打てば当たる精神で400で回すというのに。まあな、より一層爆死感があって楽しいだろ。まあ、確かに面白さはありますが。正宗白鳥だ。仕方ない。名乗るくらいはしてやる。マリサさん。どうした、ゆかり。編集のしやすさを優先しましたね。ギク。あ、やっぱり。ははは、は、前回の転生研究報告書がまとめるの大変だったからな、つい。確かに400でやってたら、どれだけ時間かかるかわかりませんからね。ヘミングウェイさんの時は1時間かかりましたし。人付き合いは苦手だ。私らも実況とか苦手だからな。タイトル詐欺をつ。てへぺろ。缶は9台。前回の転生研究では、ヘミングウェイさんは結局お迎えできませんでした。フィッツは来たからよし。俺の名は森鴎外だ。元軍医だが、小説を書いてもいいだろう。まあ、確かにそうですね。それに風俗書イベと聞いて、ピックアップ来るかなと期待していたからな。計画通り。護身用に日本刀を持っていこう。備えあるに越したことはない。兵隊の確保も大切ですからね。そんなわけで直近の目標はヘミングウェイを転生させることだぜ。タスクは一つずつ消化していくのがいいでしょう。それな。って、この転生時間は誰だ？どなたでしょう。私は春の矢おぼろこと坪内翔よ。ここにも春一番は吹いているかな。翔陽先生でした。これはこれでいい展開だったな。そういえば鴎外先生と翔陽先生は過去に何やら会ってましたね。当世書生肩着イベント、懐かしいですね。本にも心が宿っているというのか。思い返すとちょこちょこと変化してるんだよな。またほのぼのとしたイベントストーリーを読みたいですね。雪合戦とか恋日記とか。そうだな。ファウスト終了後だから、ちょっとバタバタしている感じだけれど、文豪たちのこういうイベントとかあるといいな。お？アーネスト・ヘミングウェイだ。ここでお前たちと共に戦うことが、俺の選ぶべき道のようだな。やりました。ヘミヘミきたー。ふっふっふ、計画通り。マリサさん、悪い顔になっていますよ。それにしても気流茶じゃなかった。黒田さんのこういう感じの声もいい感じですね。狩りの時間だ。いや、撃つなんてことはしないさ。安心してくれ。余計安心できないんだが、それは。安心とは、あ、でも気流茶、黒田さんも来たことですし、こちらの画像がまた更新されますね。融和儀式の被害者じゃないけれど、恋人が巻き込まれるから、ついつい被害者の会に入れてしまうな。こんにちは。私の名前は小泉ヤクモ。やはりここに来てよかったです。実は言うと、あのゲーテは本物なのか？とか思ってたんだぜ。突然の疑心暗鬼。一体何をどうやって、そんな思考回路に。それは、おっと。この眼帯ですか？これはですね、私の強すぎる力を封印しているのですよ。それな、ヘミヘミの時に、偽物が本物になり変わろうとしてただろ。だからそれの完成形だと思ってしまったんだな。なるほど、そういうことですか、マリサさん。なんだ？残念でしたね。
いやいやいや、ワンチャンあるかもしれないだろ。これからも僕を必要としてくださいね。おっと、クメッチの冒頭のセリフが入ってなかったか。以前よりはマシになりましたが、時々飛んでしまいますね。カンコレをやっていても止まってしまうので、ごまかんです。ありがとうございます。うまくいかなかった時はごめんなさい。前回の動画のご視聴、コメント、誠にありがとうございます。ありがとうな。僕は宮沢賢治。親愛の印にリンゴをどうぞ。前回の動画といえばちょっと編集が雑だったかな。確かにちょっと駆け足気味でしたね。ツイッターへ投稿していたものの総集編でもありましたし。みんなの幸せを探しに行く。幸せか、誰が来るのかな。ワクワク。あら、この時間、先ほども見たような。私は春の矢おぼろこと坪内翔よ。ここにも春一番は吹いているかな。翔陽先生だった。今年は春一番は吹いたのでしょうか。風が強い日はあったけれど、ニュース自体を見てなかったからな。本にも心が宿っているというのか。あ、最近久しぶりに本を買いました。お、珍しいな。何を買ったんだ。岩波文庫のさくちゃんの詩集と、新潮文庫の小僧の神様、木の先にて、です。まあ、案の定積読状態になっていますが。イブセ・マスジだ。太宰は相変わらず、芥川を追っかけているか。こうなると実装されている文豪の本を一冊は買う、という縛りもつけてみたくなりますね。本屋だと見つけづらいだろうな。実際さくちゃんさんの刺繍は見つけるの時間かかりました。探すの下手くそだもんな。えへへ、本屋さんで買いたいという欲求もあるんですよね。あら、デジャビュかな。私は春の矢おぼろこと坪内翔よ。ここにも春一番は吹いているかな。あ、マリサさん、この動画を編集している間に新刊が出ましたよ。マジ？ちょっと読んでくるぜ。あ、言ってしまいました。本にも心が宿っているというのか。さてさて、次はどなたでしょう。何か、先ほども見たような時間でしたね。デジャブでしょうか。イブセ・マスジだ。太宰は相変わらず、芥川を追っかけているか。このループ感。ただいま。あ、お帰りなさい、マリサさん。いかがでした。新刊はよ。新刊出るたびに新刊が欲しくなる。このループ感。仕方ないね。あ、あいつらに俺の酒は飲むなって言っておいてくれ。あ、クロームさんが無理って吐き出してきました。ちょっと待って、ちょっと待って、あとちょっと耐えてくれ、クローム。僕は北原白秋。詩とか童謡で結構有名なのだよ。当然知っているね。白秋先生でした。先ほどお弟子さんの本の話をしたからでしょうか。よし、ここでちょっと F5 をして更新しよう。行ってくる。日の元には注意するのだよ。行ってらっしゃいませ。頼んだぞ。
誰だっけ、誰でしたっけ。Hi there! また会ったな。堅苦しいことはなしで行こうぜ。な、親友。司書室英会話スクールの先生でした。陳述英会話スクールの系列かな。こうなるとカッキーさんにもドイツ語を喋ってほしくなりますね。人の夢を覚ますようなことは気が進まないが、人助けってことなら仕方ないな。グラーフアイゼン好きだもんな、お前さん。えへへ。お、この時間はどなたでしょう。君は俺を必要としているんだな。うん、期待に応えて頑張らせてもらうよ。カジーさんでした。トラベラーズノートの下敷きにカジーとダザーイの名前があるんだよな。思わず買ってしまいました。俺がいない間寂しかったらレモンを握るといいよ。お、そうだな。口の中が酸っぱくなりそう。お見事、うまくいきましたね。私はヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテ。文学の未来のために力をお貸ししましょう。よっしゃー、やったー。やりました。そしてここのセリフに、こいつ本物かと疑心暗鬼になったのであった。ひどい深読みを見ました。この季節は詩が読みたくなりますね。太陽は微笑み、小川は危機と流れゆく。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。またな。